日の熊国カか,かす神宮と広大明人の溶水騒論。日の熊国カか,かす神宮と広大明人の溶水騒論。日の熊国カか,かす神宮、マイナスと引く広大明人マイナスの引く溶水騒論。は、室町時代の木の国、原和歌山県で発生した、寛外溶水をめぐる日前、国カか,かす神宮以下、日の熊宮と略すと、和佐省という荘園の間の葬論。 訴訟を伴う紛争である。当事者の一方である校舎がヒマエミアに対抗する権威として、同省に鎮座する広大明神、玄高石神社を担いだため、結果的にヒマエミアと広大明神の養水葬論と呼ばれるようになり、そこから広大明神の診療地における養水葬論と把握されたりもした。本事件に関する資料は、木の国岩瀬章、岩瀬の章の召喚の警符を引く。 ゆ教師のもとに伝わる、湯橋家文書中にまとめられており、総論の経緯はもちろん、当時の裁判手続きの様子をも、比較的豊富に伝える。中世にはひまえみが、鎮座地周辺を車両として経営しており、木の川から車両域の農業用水として見合い、原密合い川を引いていた。一方、平安時代末には、神宮領の東北方に立創されていた、か佐省は、 将来の農業用水として、見合いから引水する和裁を改作していた。総論は影響四年、1432年に起きたが、当時は、カ佐サによって、木の川左岸川口部の反乱、原、中石定地の開発が急速に進められていたとみられ、道賞は10年ほど前の欧米29年、1422年にも隣接類は清水、ヤワタ風の岩橋賞との間で、 堺騒論を起こしている。こうした、数佐省の新開発に対して、車両域の農業生産を見合いに依存していた日、前宮が危機感を募らせたことによる異議申し立てが、本騒論あったと推測でき、このように理解すれば、用水の上流と下流に位置する、物同士のありきたりの騒論に過ぎなくなるが、本騒論は考え用水の管轄権の推移や、 室町時代の裁判手続きの具体章を伺わせ、ものともなっており、特に後者の点については守護と守護機関に対する、在地者自制力の葛藤といった面を彷彿とさせる、ものがあるために興味深いものとなっている。見合いは、木の川河流左岸、和歌山平野を潤す、考え用水で、その名称は、現行元年、三百二十一年の文書に見える、見合いの旗が所見。 開作は古く古墳時代にまで遡り、当地の豪族であった北田市氏、後の木の国造家の和歌山平や開発に伴い、その主導のもとに、木の川の旧稼働を固定化して造成されたで、あろうことが推測されており、古代律令制時代には五百余町、百八十万坪、およそ六百ヘクタールに及ぶ平野部の水田を潤す、一大幹線水路として国賀によって管轄され、 死水口の幅は当時としては破格の一段、およそ11メートルもあった。その後国家の権威の低下に従い、それに代わって本来的な関係を持っていた日前宮が管理するようになり、日前宮の主観は古来一貫して木の国造家が務めている。そこから、宮井と称されるようになり、他に、神宮寺や大神宮、王位などとも称された。本総論の争点は、 和裁を見合いから分水することの是非にある。ひまえみやは、かずさには、見合いと取水口を別にする成功もあることであり、見合いから飲水する権利はないと訴えているが、かずさ側は、将来を流れる用水は、見合いの枝溝として、見合いに設けた2カ所の取水口から飲水するのが、旧来の観光であると反論している。この場合、おそらく、かずさの主張通り、 見合いからの分水によって成立した枝溝が和災であり、ヒマエミヤが虚偽の訴えをなしていたと推定されるが、ヒマエミヤ側の主張に見える別の成功が存在したも確かなようで、後の死海、死海。原死海川に相当する新しい用水路が、カズ省によって改削されていたため、水不足を懸念したヒマエミヤがそれを理由に、見合いの最上流部に位置する。 同省の引き権を拒否しようとしたものであると思われる。またそれに加え、宮井の木の川からの取水口が、時代の古につれて上流部へ移動しており、そのために、和祭との競合が生じたことや、延長五年の夏に、紀内金国で起こった大干ばつも影響したであろうことが指摘され、さらには、鎌倉時代までは、国画が宮井を管轄していたが、室町幕府から、守護職は、のリムナリと、 国史や国画の役割継承が期待された守護が、総論の単なる調停者へと交代し、代わってヒマエミアやカズサシといった在地勢力が直接管轄する形態へと移っていたことも一因とみられる。総論はヒマエミア側の訴えに発する。影響4年春にヒマエミアが、カズサシが見合いから勝手に飲水していると訴え、 これに対するカ佐将が古来の慣習であると反論、武力衝突に発展しそうになったが、この時は守護代である、湯作に次ぐの口入れ、苦入。朝廷のことによって5月に一応の解決を見て、ひまえみやに有利な採決が下されたようである。しかしよく影響5年に再燃、ひまえみやが、カ佐将が前年同様の行為をしている。 と、信法を担いで豪を訴えする動きを見せたために、上ズ省の求人党が幕府へ訴えることとなり、軍隊である、草壁森長が、省の代表2名を守護所へ推挙、推挙し、さらに守護代国継が、彼らを在京中の守護、畠山三井へ推挙した。当時の幕府における、所領総論の再挙、判決は、まず素人、原告の訴えをそのまま認めて、 形装地を蘇人へ打ち渡し、論人、被告に異論があれば、改めて論人側から提訴するという慣例であった。ため、4月19日付で、利否、訴えの成否の究明は、後日のこととした上で、近年の例に任せて、その沙汰をいたさるべしとのご教書が発給され、これを受けた、守護大国次による、巡行場や、現地の軍大森永に与だ渡し場において、用水は、 カズサエトルベシとカズサショウ側に有利な措置が取られたため、これを不服とした日前宮によって改めて上訴がなされた。その後訴え論人両者が幕府において対決したようであるが、裁判の経緯や結果は残されておらず、不明である。室町時代の守護には、鎌倉時代に比べてより大きな権限が付与されており、認知における施設巡行もその一つであった。 この施設巡行は最強後の執行手続きで、総論の当事者が守護悲観であった場合に発動される場合が多く、本総論の当事者である数佐省内の旧人も、その多くは守護畑山氏の悲観であったと推定されている。本件のように所領を回る総論においては、まず諸人家族すぐの軍隊が守護所の守護台へ推挙し、そこで守護台をはじめ、国人などが口入れ、 それでも解決を見なければ、京都の守護へ、実際は守護下の佐々木人へ推挙して、幕府の裁判にかけるといった手続きが取られ、本件の場合も結局は守護代から守護へと推挙がなされ、守護下の武行人である、木沢義行という座国生徒によって守護万画に伝達され、密家を通じて幕府へも伝達されたと見られており、この際には、推挙先に何らかの工作を依頼するとと,ともに、悲観には、 依頼先への内通の便利を供したものと推定されている。対するひまえみも推挙を求めたと想像されるが、ひまえみにとっては例えて続き上の一端を担うに過ぎないとはいえ、悲観の被護者でもある守護が裁判に介在する点に矛盾を感じ、幕府まで提訴することによって有利にことを運ぼうとしたことが読み取れる。本総論ではもう一点。 カズサショウがヒマエミヤに対抗する権威として、広大明神を担いでいることも注目される。ヒマエミヤは、紀の国一宮とされ、古代以来朝廷からの崇敬を受けた有力神社であるが、カズサショウはヒマエミヤの鎮座地、つまり、神宮領は、そもそも広大明神が譲ったものであるとの由緒を掲げ、ヒマエミヤと広大明神が、同等の神社であることを主張している。 この由緒は同じく古代以来の数形を受け、同じく一宮とされるイフト式祖神社のそれと告示した内容であるが、合わせて日前宮の神官が広大明神の神事を務めるのが定めとされている一方で、カ佐サから道具に対して何らかの務めを果たしたことは未だかつてなく、それも本末関係を考えれば当然であるとも主張している。対する日前宮は、 広大明神は、堺外に位置するが、日の熊宮の抹社であると主張し、上佐省側の広大明神の日前宮に対する、総論でもあるとの訴えを、抹社なのでその言われなしと否定するとともに、上佐省の求人が広大明神に関与する、こと自体を知り添けている。上述したように幕府による、採挙の結果を書くためにこれも結論は不明であるが、 ヒマえミやが広大名人の祭祀に深く関わっていたことはことだったようで、紀の国名所税や貴族風土記によれば、その関係は金世以前まで続いたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。